枕崎台風は、1945年9月17日14時頃に、鹿児島県川辺郡枕崎町付近に上陸して、太平洋戦争終結直後の日本を縦断した台風である。沖縄付近を北上した台風16号は、9月17日14時頃、鹿児島県川辺郡枕崎町付近に上陸した。 枕崎で観測された最低海面気圧916.1ヘクトパスカルは1934年の室戸台風の際に室戸岬で観測された911.6ヘクトパスカルに次ぐ低い値となった16号は北東に進んで九州、四国、近畿、北陸、東北地方を通過して三陸沖に抜けた宮崎県細島東台で 最大風速秒速51.3メートル、枕崎で秒速40.0メートル、広島で秒速30.2メートルを観測するなど、各地で猛烈な風が吹いた。帰還降水量も九州、中国地方の一部では200ミリメートルを超えた。室戸台風、伊勢湾台風と並んで、昭和の三大台風の一つに数えられる。被害者の内訳は、 死者2473人、行方不明者1283人、負傷者2452人。終戦直後のことであり、気象情報が少なく防災体制も不十分であったため、各地で大きな被害が発生した。特に広島県では死者、行方不明者合わせて2000人を超えるなど被害は甚大であり、原爆での参加に追い打ちをかけた。 前述の通り、上陸時に観測された最低海面気圧は、枕崎市の916.1ヘクトパスカルだが、1951年の正式な統計開始以前の値であるため、参考記録扱いである。当初の観測値は916.6ヘクトパスカルで、あったが、気北によるマイナス0.3の補正に加え、最測量の結果、当時の気圧計の高さに、 誤りがあったため、さらにマイナス0.2の補正が施され、916.1ヘクトパスカルが正式な記録となっている。枕崎台風が通過したものとされる沖縄本島では、戦争による観測中断のため、1945年の気象データが残っていないが、 アメリカの病院占リポーズが沖縄本島の南東海上で枕崎台風の目に入り気圧25.55水銀柱インチを観測した。原爆投下直後の荒れ果てた広島市街地を歩く陸軍兵士枕崎台風の通過中もしくは直後に撮影されたとみられる。呉市内では住宅地配部の休憩車地の至るところが崩壊し、 土石流が頻発。市内だけで1156人が死亡している。広島成功の再起軍大野町では、陸軍病院が土石流の直撃を受け複数の病棟などが全開。医療従事者、治療中の被爆者、京都帝国大学の調査関係者などを合わせて100名以上が犠牲になった。一方、原爆による放射性物質がこの台風による風によって、 洗い流され、広島市が居住可能になったと考える指揮者もいる。京都帝国大学では、広島への原爆投下直後から理系学部の教官が、個別に現地に赴き被爆状況の調査や被爆者の治療に当たっていたが、敗戦後の9月中旬になって兄弟は、 この調査を全学的、組織的に進めるための、原爆災害総合研究調査班を設置し、真下俊一、杉山茂輝医学部教授らを派遣した。調査班は、大野陸軍病院で、調査研究に従事していたが、上記の土石流の直撃を受けました教授と、大久保忠次助教授、講師2名、職託1名、学生2名、理学部から参加していた。 講師一名、大学院生一名、科学研究所の助手一名の合計10名が死亡、さらにその後杉山教授が死去した。殉職した教職員、学生の大学層は10月11日に、虚構在任中に死去した、浜田工作学長以来二度目であるされ、犠牲者の一人である、理学部大学院生、花谷明一の遺族は、 学生の福利厚生のための施設を巨大に寄贈した。この木造建物は、花谷会館と呼ばれ、喫茶店などが置かれた後、京都大学生活共同組合の本部が所在していたが、老朽化のため政教本部は2016年に移転した。また、会館の建物は2021年8月25日までに解体撤去された。ありがとうございます。